ダイキ、スーパービラージュ、エイトテックのご紹介になります。先ほどご紹介したリミテッド と、板は一緒になります。ただ足元のプレートがコネクトプレートになることで、まあ、非常にたわみが出しやすいスキーになります。なのでまあ女性の方も含めて、まあ、これから上手になっていきたい方、まあ、力が弱くなってきたんで、ただキレを求めたいスキーをしたい方におすすめの1台になります。よろしくお願いします。